皆さんこんにちは、整形3000万円課金ラビちゃんです。で、今日のテーマはボトックスで大失敗した体験談です。で、後悔したことを4つお話ししていこうと思います。で、皆さんは顔を小さくしたい、シワをなくしたい、そんな風に思って美容整形で調べてみて、筋肉の力を弱めるボトックス注射っていうのをしようと思ったことありませんか？で、ボトックス治療とはボツリヌス菌を注射して表情筋の働きを抑える注射のことで、小顔効果だったりシワ伸ばし効果があって、で、値段も整形の中では安いんですよ。で、しかも注射だけで手軽に済むので安易に手を出しがちなプチ整形になるんですが、知らないと失敗してしまうこともあるので、私の後悔した失敗体験談を共有していきますね。で、皆さんがボトックスで失敗しないためにも、このコメント欄が少しでも情報共有の場になれば嬉しいです。なので、良ければコメント欄にボトックスの、成功例、失敗例、いろいろ書いていただけたらと思います。それでは後悔したボトックス治療を4つ発表していきます。まず1つ目、小鼻のボトックスで、これは笑顔がすっごい不自然になってむしろ老けました。ある日ほうれい線が気になって、クリニックに相談したら、笑った時に小鼻が広がらないようにここに打てばほうれい線が動かなくなるよって提案されるがままに打ちました。小鼻を指でこうやってグッて押さえながら笑顔を作ってみたらわかると思うんですけど、小鼻を広げずに笑うっていうことは口を上に引き上げて笑うことができないんですね。っていうことは上の歯を見せずに笑うしかなくって、それって、短い人中は若さの象徴って言われるんですけど、その人中も伸びっぱなしだし、結果的に逆に老けてしまいました。で、もちろんほうれい線はマシにはなったんですけど、これは先生の腕の問題とかじゃなくって、小鼻の筋肉を機能させなくさせてほうれい線を動かなく固定するっていうのは、そもそもやっちゃいけない手術だと思うんですよ。メニューにねがっつり載ってますけど。で、表情なんかもうどうでもよくって、小鼻切った時に、傷跡がここ綺麗に治るようにってわざと動かさないように打つとかだったらいいと思うんですけど、シワのために打っちゃいけないと思います。で、同じようにここの頬肉の盛り上がりの原因が筋肉だったとして、アンパンマンみたいなのが気になる人に頬肉ボトックスっていうメニューも存在しますけど、これも本当にまともに笑うことができなくなると思うのでおすすめはしないです。私もね、ここ気になるんですけどね。そして2つ目、エラのボトックス、定番ですね。で、輪郭をシュッとさせるために打ちましたが、私は量が多くって顔が伸びた印象になっちゃいました。で、ここのエラを触りながら耳の下ですね、歯を噛み締めた時にポコって出るのが筋肉で、エラのボトックスを打つと筋肉を麻痺させて、ポコってならないようにするので小顔効果があります。だけど、その液体が私、内側まで広がっちゃって、この辺まで、で、広範囲で筋肉が萎縮して、ムンクみたいな輪郭になってしまいました。で、ここがシュッてこけるっていうことは全体的な比率的に面長になって老けるっていうことなんですよ。で、しかもね、ナンみたいに伸びてるんで最悪ですよね。で、2回やって2回とも失敗したので、今は2年に1回ぐらいのペースで、ここまでいかないでくれって言って、ここぐらいだけちょこっと打つようにしてもらってます。でも、多少噛み締めた時にちょっとポコってなってても気にしないようにしてます。私骨からね、いらないんですけどね。で、3つ目、眉上ボトックス。で、私はグッとこうやって眉毛をしかめる癖があって、で、普通にしててもちょっとこの辺に筋入っちゃうんですね。で、ここに打ってもらったんですけど、薬液が下にこう流れちゃって、目の筋肉までこの辺が麻痺しちゃって、何日間か目が全然開かなくなってしまいました。で、眉毛を固定して目だけ開こうと思ったら重たくてしんどくないですか？ここをこうやって、で、通常でも数日はそうなるよっていうリスクの説明はされてたんですけど、私の場合本当仕事に行けないぐらい開かなかったです、予想以上に。で、この眉上ボトックスの対策は、注射を打ってもらった後にすぐに起き上がらずに3分ぐらい仰向けのまま寝ておくといいそうです。で、眉上ボトックスで成功した時の先生がそうおっしゃってました。結構そういう業界のドンみたいな先生なんですけど。で、なので、これからやる人は注射終わってすぐ追い出されそうになっても、いや、ちょっとこのまま3分ぐらい寝てていいですかって、もう強気に言っちゃってください。そして
4つ目、肩ボトックス、ここです。で、これは多分私個人の問題なんですけど、初めて打った時に肩こり自体はすっごい3週間ぐらい快適だったんですよ。あ、軽い軽いってなって。でも肩のボトックスやるからには僧帽筋、ここ斜めになっているところを、小さくしてこの首を長く見せたいわけじゃないですか。で、私の場合見た目も変化ないし、で2ヶ月後に追加で打とうと思って、今度はエコーできちんと見てくれるガチなクリニックに行ったんですね。すっごいこだわってるところ。で、そしたら、筋肉はちゃんと縮まってるよって言われて、え、じゃあこの盛り上がり何ですかってこうやって聞いてたら、それはなんと脂肪と言われてしまいました。で、筋肉がないと脂肪って燃えないじゃないですか。で、今まで仮に 80% 脂肪で、あ、ごめんなさい、80% 筋肉、20% 脂肪でできてたとして、で、ボトックスを打って筋肉 20% になって一時的にスッキリしたねってなったとしても、脂肪が燃えにくい肩周りになってしまってるから、そこで体を動かさない人は脂肪量がどん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 増えていっちゃって、結果的に筋肉 20% 脂肪 80% っていうことになるんですよ。合計 100% で、見た目はボトックスと打つ前と変わらない感じになっちゃったんですね。で、筋肉が過重にあるわけじゃないから、そんな状態でボトックスを打っても意味はないし、もうその時はその先生にストレッチぐらいしなさいって怒られて返されました。でも、これがね、悪徳なクリニックだったら、あ、打とう打とうって打たれちゃうと思うんで、体を全く動かさない人にはドブ金になる恐れもあるよっていうことです。はい、以上になります。で、ちなみにここの梅干しじわに効くアゴボトックスとかは私は大満足してて定期的に打ってます。で、ボトックス自体はうまく取り入れればもう老化の予防にもなるし、絶対悪いものではないと思うんですね。なんですが、箇所や量に注意する必要があるので、初めての方は特に気をつけてください。で、ツイッターは毎日更新してるのでフォローお願いします。で、ツイッターでは一応個別対応みたいなのは受けてるんですけど、その際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージを送ってください。こちらの動画もよかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、あと嬉しいコメントもお願いします。見てくださってありがとうございました。バイバーイ。